ほう、モナコ VS バルセロナの解説がひどすぎ、絶対南野を褒めない縛りがあるらしい。モナコバルサ解説がバルサ寄りすぎてゴミだったわ。絶対南野を褒めない縛りがあるらしい。南野がレッド誘発したのに、試合振り返りのところでバルサは前半早い時間にアクシデントで10人になり、とか言ったからな解説。アクシデントってなんだよ。解説者失格やん。南野がプレスでボール奪ったのはアクシデントなのか。その時南野の名前一切出さなかったからな。マジでひどすぎたわ。ワウワウ金返せと思うくらいゴミ実況解説。実況もバルサひいきひどかった。解説はクレなのかな？日本人選手いるのに奇妙だな。実況も解説もクレとしか思えんかったぞ。日本人がいないチームと対戦してるならまだしもひどすぎたわ。しかもほぼ南野スルーしてるし。ダバジじゃないとダメだな。滝の退場誘発の件も触れなかったし、解説は審判がモナコ寄りみたいなこと言ってたし、実況はモナコの選手が攻めてるのにその選手の名前は言わず、バルサ DF のバルデ、バルデ、ここもバルデ、とか言ってたの引いた。バルサのチャンスにはあからさまに嬉しそうな大きい声になってたしガチでひどすぎた。他のチャンネルだと普通日本人選手が出てたら試合後に今日の南野選手はどうでしたか？ってやるのにな。ワウワウの実況解説なんていつもバルサ寄りじゃん。今更だわ。ワウワウを買い支えたのはリーガファンなんだし、当たり前じゃない？名前は出さないが、今日の解説とかマドリーディスってるし、ただのバルサオタの電波の私物化なのにリーガの功績ってことにするんじゃねえよ。バルサ勝ちでスポーツくじ買ってたんだな。